ガチ点のコーナーです。こちらのコーナーの目標はガチで天気の知識をつけること。毎週土曜日には空読みクイズ編でやっています。今日の空読みクイズの問題がダイヤモンドダストの見えやすい条件として正しいものはでした。皆さんも参加していただけたでしょうか。ガッテンガッテンガチとたくさんいただいてます。今日は空見どもですね、こんな感じでしたね。はい、ダイヤモンドダストがテーマですので、ダイヤモンドは永遠の輝きが空見どでした。このキラキラなダイヤモンドダスト、見えやすい条件なんでしょうか。こちらはですね、実際に撮影していただいたウェザーリポート、しかも昨日でしたっけ、届いていたものです。もう取り立てほやほやですよ。一回見てみたいなダイヤモンドダスト。ただ本州ではなかなか難しいかなとかいろいろ言ってたら、どんどん頻度になりそうですね。見るには相当な防寒も必要ですしね。サンピラーなんていうコメントも届いてます。それでは実際にお天気、失礼しました、問題を振り返っていきましょう。こちらのお写真のダイヤモンドダスト見えやすい条件として正しいのは、青、風が弱い、赤、雪が降っている、緑、積雪がある、黄色、霧が出ているの4択の中から選んでください。空ボタンも現在オープンしています。参加してみてくださいね。なんかどれもそれっぽいですよね。正解は一つですよ。これかな、あれかな。でも言われてみればまあ当たり前だなということもありますしね。ヤギがいない、まあ、ヤギがいてもヤギがいてもダイヤモンドダストはきっとキラキラだろうな最近ニコ生のボケ枠がないと、あ、ニコ生アンケ出してるんですか。まだ出してないか。今ですね、ちゃんこさんがアンケートを出してくれるそうですので、ニコ生の方もうちょっとお待ちくださいね。あ、お目覚ましクイズで見た気がするとフレッシュからコメントも届いてますね。どうでしょう、実際に見たことがある方どのぐらいいらっしゃいます。あ、ジェームズさんはダイヤモンドダスト見えまくりと。ズッキーニさんも見たことある。ひまんじんさんも、うわ羨ましい。じゃがいもさんも、あびまるさんも、多いですね。ちょっとめめさんも白草さんも、あ、どさんこなのでと今たまにいらっしゃるんですが、北海道出身なんですね。眉毛でならじゃない、なんだっけ、アニメでなら、ごめんなさい、太眉毛さんのお名前とコメントが混ざっちゃった眉毛でならって意味が分かんないですねあとはですね、ニコ生からもいくつか手が上がってますよ私はまだ見たことないので羨ましいな。それでは空ボタンを先に締め切りますか。あ、今ニコ生でアンケートが出ましたので、ぜひ参加してください。締め切りはどのぐらいにしましょうか。じゃあ1分前で締め切りましょう。1分スタートニコ生はあ、ボケ枠がありますねもうこれ5がすごいことになりそうです。ニコ生のボケ枠で出ている選択肢がですね、ヤギが見えるとヤギがいればダイヤモンドダストが見えやすくなるすごいです。ヤギの効果がすごいですよ聞いたことないなでもそこはニコ生らしさがあって多くなるんだろうな。ダントツ5になるでしょうね。こちら空ボタンでは4択です。ヤギはありません、風が弱い、雪が降っている、積雪がある、霧が出ているです。どうでしょうか。団結力を見せつけるんだなんていただいてますが、午後どのくらい多くなるか、気になりますね。ぜひ昨日届いていたウェザーリポートでお写真ご紹介しているんですが、どんどん送ってくださいね。見られない方も多いのでウェザーリポート本当に助かっています。1分間終了しました。さあ、それでは空ボタンの結果から見ていきましょう。こちらドン。圧倒的です。風が弱い177、次いで確かにそれっぽいですよね。霧が出ている39、積雪がある13、雪が降っている11です。それではニコ生も締め切ります。答えドン。おお、すごい、ヤギが見える 83.0%。次いで風が弱い 7.1%、 霧が出ている 6.9%、 積雪がある 2.0、 雪が降っている 1.0 でした。すごい圧倒的にヤギですね。まあ、ヤギは関係してるんでしょうか。おそらくしていないと思いますが、予報センターに詳しく聞いていきましょう。予報センターの草田さん、よろしくお願いします。ヤギ引っ張りますね。ヤギ引っ張りますよ。ヤギおそらく関係ないですよね。関係ないですね。こちらの4択から選ぶということで、はい、まず一番多いのが風が弱い。回答正しい答えも風が弱いですか？はい、そうですね。正解は風が弱いですね。おー、じゃあ当たりの方がもうほとんどですね。そうですね。結構簡単だったかもしれないですね。でもちょこっと多かったの霧が出ているとか。そうですね。そのあたりも後ほど詳しく解説したいなと思います。はい。はい、ではダイヤモンドダスト、見えやすい条件、はい、一体どのようなものなんでしょうか。はい、ではこの写真から見ていきましょう。はい、これダイヤモンドダストの写真、とっても綺麗なものをいただいたんですけれども、このダイヤモンドダストは何にこうキラキラ、なんでキラキラ光ってるのかっていうところをまず考えていただければなと思います。はい、これは空気中の水分が凍って、はい、氷の結晶になったものですね。ここに太陽の光が当たって、反射してキラキラ光っているというのがダイヤモンドダストになります。では降水は関係ないんですね。そうですね。雪が降っているかどうかというのは関係ありません。むしろ雪が降っていると雲が結構広がってしまうので、まあ、雪雲と雪雲の隙間では日差しがあることもあるんですけれども、はい、雲が広がると太陽の光届きませんので、雪が降っているというのは関係ないですね。で、あとは雪の結晶って結構大きい、肉眼でもしっかり見えるぐらい大きかったりするので、はい、でそれがこう固まって結晶同士がこう絡まって落ちてくることもあるので、こんなに綺麗にキラキラは見えないですね。なるほど、うん、で積雪がある場合ももちろんこう雪がですね、こう風に舞って、はい、飛ばされたりっていうこともあるんですけど、はい、それもやっぱり氷の失礼いたしました、雪の粒がこう舞っていったり、はい、結構積もった雪ってもうすでにこう結晶の構造が崩れてしまったりしているので、 あんまりこういうふうにキラキラは見えないですね。はい、はい、で正解は風が弱いということなんですけれども、はい、この風が弱い時に、風が弱いとなぜいいかというと、放射冷却が効いて冷えます。はい、放射冷却が効く条件としては、晴れて風が弱ければ弱いほど、よく晴れて風が弱ければ弱いほど放射冷却が効きやすいですので、はい、冷えるということがまず一つ目のポイントですね。だいたいマイナス15度以下、寒い、まつげ凍りますね。まつげ凍る。鼻の中もなんかピキピキする感じになりますね。いやー、頬も痛くなります。そのぐらい冷えてないとダメなんですね。そうですね。かなり、凍りますね。そう、鼻水も凍りますね。痛くなるぐらいのヤギも凍ります。ヤギは凍らないでしょ。人間も生きていけるので、ちゃんと、あ、でもヤギどうかな。ヤギは凍るの？ヤギ人間のように防寒できないですからね。どうですかね。ちょっとわかんないですね。ちょっとそのあたりヤギに聞いてみないとわかんないですね。はい、ちょっとヤギさんかわいそうなので。そうですね。はい。暖かいところに避難していただいて。暖かい小屋の中で過ごしていただければと思います。はい。そう。で冷える、風が弱くて風が弱いとよく冷えますね。はい。でさらに風が弱い時の方が氷の結晶ができやすいです。結晶になりやすい。結晶になった方がキラキラするんですか？そうですね。水の結晶にちゃんとならないと、はい、こういう結晶にならないとここに太陽の光反射しませんので、そうですね、反射してキラキラはなりませんね。で、あとは風が、実はですね、この、ダイヤモンドダストのこの一個一個の氷の結晶というのは、はい、上から下に降ってきているんですね。降ってきている時にこういう風にキラキラ見えるんだそうです。これ私も、実はこのクイズの解説を、確認した時に、あ、そうなんだっていう知ったんですけど、はい、降らない、こう降るという風が弱くて、風が強くてこう流されていってしまう時はあんまりしっかりこうダイヤモンドダストみたいに見えなくて、上から下にこう降ってきている時が、いいようなんですね。で、あとは、はい、ある程度の湿度、適度な湿度も重要で、はい、湿度が高すぎると逆に霧になってしまう。で、湿度が低すぎると氷の結晶ができにくいということで、はい、適度な湿度が必要ということで、そうですね。で、霧になってしまった場合は、はいはい、あ、ごめんなさい、間違えた。氷霧。氷霧。はい。これは普通の霧と比べて大きく何が違うんでしたっけ？あ、何ですか？ごめんなさい。普通の霧と比べると、はい。氷だからそのまま氷霧。そうですね。はい。普通の霧は水の粒が空気中にね漂っていることを、霧っていうんですけど、その、水の粒が湿度が高すぎて、はい、まあ凍ってしまうと、高い湿度と、あとは低温で凍ってしまうと氷霧と呼ばれるそうなんですね。なので湿度が高すぎてもダメということですね。で、ダイヤモンドダストは天気でいうと雪に分類されるそうですね。あ、これ雪に入るんですか？はい、分類だと雪に分類されて、氷霧のようにこう霧ですごく視程が、見通しが悪くなるぐらいまで、はい、濃くなってしまうと、はい、氷霧は霧に分類されるそうです。雪に入るけれども雲から落ちてきてるわけではないんですよね。そうですね。へえ、不思議。まあ本当に局地的な現象だったりもすると思いますので、はい、あんまりこう観測で見られることはないんじゃないかなと思いますけどね。なかなか見られないものではあるんですよね。そうですね。なかなか見られないと思いますね。やっぱり−15度まで、15度以下まで冷えるというのが、もう本州でもかなり限られたエリアですし、北海道もね、−15度以下まで冷えることはあっても、はい、本当に風が弱かったり晴れていたりっていうタイミングは、冬でもそう頻繁にあるものではないので、はい、はい、あんまりこう毎日起きるっていうものでもないかなと思いますね。ただ先ほど聞いてみたら、結構チャットですとかニコ生に見たことあるっていう方が多くて、やっぱり、ね、それを目当てに行く方とかもいらっしゃるんでしょうね。そうですね。私も見れるものなら見てみたいですけどね。ただいっぱい防寒具を買ってからじゃないとダメですね。そうですね。あ、長野の菅平で見たことあるなって、はい、いう方もいらっしゃいますけど、はい、そうですね。そういう標高の高いところとかは本州でも内陸部で見ることできるかもしれないですね。私のなんか母も数年前だったかな、なんかおばあちゃん家の畑で見たよって言ってたので、なんかそんな気軽に見られる感じなんですね。その時−15度まで下がってたかどうかはちょっと微妙なんですけどね。−10度は下回ってたかもしれないですけど。はいはい、いやでもこんななかなか見られないものが見られるのがウェザーリポートの良さでもありますよね。そうですね。なるほど。ぜひぜひこの後、はい、確認できたらぜひですね。そうですね。リポートを送っていただきたいなと思います。はい、わかりました。まあ、まとめると、はい、こんな感じですね。ダイヤモンドダストは空気中に浮かぶ氷の結晶で、空気中の水蒸気が凍りついたものになります。はい、太陽の光を反射してキラキラ輝きますので、はい、水蒸、氷の結晶ができやすい条件を考えると、この中では、風が弱いというのが一番の条件となりますね。はい、わかりました、はい、それでは草田さんありがとうございました。今日は草田さんにダイヤモンドダストの見えやすい条件として正しいのなという、問題について解説していただきました。答えは風が弱いでしたね。ぜひ毎週土曜日は空読みクイズを行っていますし、その日のムーンではガチ点で詳しく解説もしていますので、今後もどうぞご参加ください。以上、ガチ点のコーナーでした。